山田さん山田さん何なんすか今日も今日とて今日すごいね、ま、天気が雪降ってるじゃないですかめちゃくちゃ寒いし、あと何回も言うけど朝早いし、めちゃくちゃ眠たいんですよこっちは。そうなん、こっちも忙しいんだから、そんなな軽々して呼びつけないでくださいよ。目がすごいガーッなってるから、ね、薬ど決めてるみたいな感じに。ちょっと赤いでしょ、なんかでもやめてください薬とか。何なんですか山田さん。いやーなあ、このやっぱりそのほらやっぱ雨とか雪でも大丈夫なように、どうですかここ。屋内ねえ、すでに夢の屋内を手に入れたんですね。本当ですよ、すごいよね。うん、なんとか四方八方手を尽くして屋内っていうのはいいんですけど、めちゃくちゃ車で寒かったです軽く雨も降ってたしそうね、雨と雪の中間みたいな感じのあれだったから、そうなんですよ、寒さはすごかった。あのなんか動画の出る順番によってはまだちょっと違うかもしれないですけど、うん、もう2023年に入ってからもうずっと雨降ってるし、うん、確かに確かに確かに、我々の前途を表してるようですけど、ね、だ今週大寒波が来るっていうからねもうええわ、10年に一度さすがに公園は厳しい。そう、北海道すごい寒いらしいわな今。あ、北海道は寒いです。マイナス27度ぐらいがすごい寒いやん。マジで。そう、あの十勝の方がすごいで、意味もなく寒いやん。寒い寒い言うて、これ熱湯が凍る言うてニュースでやってたで、ね、熱湯シャーやったらキューってあのほら朝昼のキグナス氷河みたいな、なんだセイントセイヤのダイヤモンドダストみたいな、ダイヤモンドダストみたいなってんねん。セイントセイヤ例えないでくださいよほんますごかったで、ほんまに。で何なんすか一体今日は今日はっていつも毎度毎度いつものやつですよ、わざわざ屋内まで抑えて今日はどうやってまじありませんよ楽しくハロプロの話してこか言うこっちゃだね。いやね、だいたいね、うん、君たちみたいな、うん、その社会性がないような人間ではね、うんうん、本当に分かんないかなと思って、うん、俺も、うん、会社でちゃんと働いたことないやつらには、うん、口でいくら言うても分からないじゃないですか、うんうん、ほんまにそうですな。だから、うん、僕はもうあなたたちに言われるのままに、うん、焚き火ができる公園も用意したし、したした、まあ、おじゃんになったけど雨、うんうん、こういうね、うん、スタジオも予約して、ね、うん、ついに有名の僕ここロケ班に来てますから一回僕あら平日に見に来てますから僕初めなのよやっぱりいいとこないかなって探してきてるけど、目が真面目だから。でも分かったでしょ、特に右田さんあなた頭いいんだから、はい、分かったでしょ、こういうことのデメリットというと、分かったでしょ、これいくら、うん、雨が降ろうが雪が降ろうが、うん、予約したら来なきゃいけないんですよ。そうなのよ、ね、そうなのよ、雨天決行ができないんですよ。ちょっと早めになんか起きてみたりとかそんなのせなあかんみたいね、寒いからちょっと今日はなしでっていうわけにはいかんみたい ね、 あね、なるほどなるほど、うん、一般の企業の人たちがね、うん、上司のハンコもらえないとね、うん、何も物事が進まないんですよ、うん、そんな中、うん、いろんなことを考えて、うん、プラン A プラン B プラン C って考えてるわけですよ、うん、ね、うん、そういうのを取っ払った方が俺はいいと思って、うん、最初から公園でやってる。なるほど、この公園でやってるのはプラン Z です。最初からもう最終手段を最初に知ってたわけですよ。最終手段からやってるから確かに君たちが屋根が欲しいなの電気が欲しいなのっていうのは上を見てるんですよ、贅沢なんですよ。なるほど、お前らみたいな方が言うなっていう、最初から公園はやめれるでしょ、今日やめとこか。確かに確かに。でもほらこの間のやっぱ結局雨降った時のやつもさ、はい、あのもう上がってるじゃないすでに、あ車のやつで、ね、見させてもらったけど、やっぱりほらカメラの性能が良すぎて雨かどうかわからんのよね外そうすごいライトが出てるっていうか、うん、窓の外ももう真っ白になってたから、そういう技術だけはついとる腕だけはザーザー鳴ってるとかも別になかったから、だから多分見てる人には全然あんま伝わってないよ、ね、いやそうなのよ、雨や雪や大変や、はい本題に入れって言われりゃそれまでなんだけど、あのでもね、どれやったかな、たけちゃんの話してる時かな、
あ、三木田さん。よーく聞いたら、屋根にドバーって雨降ってる音してるから。あ、そうなの。なるほど。ヘッドホンで聞いたらわかります。ヘッドホンで聞いた。いや、そういうのもやっぱ楽しんでいただきたいですよね、やっぱり。苦労があるんやっていうことは。僕ら苦労してないんですけど。ね、ということで、まあね、次回からはちゃんと公演でやりますけども。公演、結局公演か。よくわからんわ。公演がいいことが分かったでしょ、これで。そうしましょう。気楽やわ、公園の方は。まあ、そんな文句ばっかり言うてもしょうがないから、はい、今日はちょっと何なんか、俺は真剣な顔つき、今日はたまにはこういうことやったらどうかなと思って、うん、俺いい企画があるのかね、ハロプロ、うん、ちょっといい話みたいなやってみたい。まあメンバーもちょっといい話やってますからね。なんかあるでしょ、君たちもハロオタなんだから、ハロオタやってて、まあ好きになって久しいからいろいろあったといえばあったような気もするけど、ちょっとええことあらへんのかいな。なかったといえばなかったけどな。ないの三木田さん。そんな別に良かったってこともないですよ、ハロオタやっててよ。うん、本当にちょっとダメなんじゃない、ハロオタとして。そうだよ、ないってことしてダメですか、うんうん、ハロオタやってたらよかったって思わないとダメでしょうよ、やっぱ。いやでも結構その根本の話に僕なってくるんでね、やっぱり、うん、その大阪からこっち来たのもまあ、うん、ハロプロきっかけとか、うん、全部が全部そうですから、うんうんうん、そうそうそう、アホやから田村めいみの感動してあれに興奮して影響されてきたけど、うんうん、まあね、そもそもあれ木村は一応ハロプロ友達というか、うん、そうね、もともと友達やったんですけど、うん、あのいろんなもう好きになりたてってやっぱりこう布教したじゃないですか、はいはいはい、やっぱり同級生とかにももうみんなに言って無視されたんですけど、基本的に何言ってんねんってなったけど、うんうん、唯一あいつだけがこれええやんって言ってたのがもう、うん、まあ、ある意味悲劇の始まりみたいなところもある。思わんかったから、やばこいつにしか刺さってないって。やっぱアホやからなんやとは思ったんやけど、今思えばね、あれがあれでなんか全てが逆に狂ってしまったような気もするんだが、平成の皇帝と言われた夏さん、誰が不仲で解散してるんだよ。あいつは参加してんねんぞ。そうね、うん、それぐらいなの。じゃあ木村さんとの出会いぐらいしかハロプロになってよかった。いや、まあ出会いはさっきしてるから、うん、そう、まあ、山田さんとの出会いとかもね、ハロプロですから。そういう意味ではもうそれ、あ、ちょっと待って、山田さんとどうやって出会ったの、三木田さん。いや、木村さん、それ木村なんですよ、ね、あ、そうだね、そうなんですよ。それは木村さんがまずあの忘れもしない、あのなんかジュースジュースがあの東武百貨店かなんかの上で池袋のあそこの屋上でイベントするときに、証拠になそれも紙芝居しに行ったら、そこにあの木村さんが来てくれたのよ、コーヒー持って、うん、コーヒー持ってこれどうぞっつって。え、初対面、初対面がその時、それすごい覚えてる、うん、あんた自分から絡みに行ったんですよ、うん、へえ。俺はその時まだ大阪やって、うん、で木村は東京におって、山田さんももちろん東京におって、うん、であいつはハロプロ好きやからなんか一人でいい感じで、うんうん、いろんな現場行ってたら、あの会場に変なおっさんがおるっていうのは聞いてたんです、うん、会場前で騒いでる変なおっさんがいるって聞いてて、わ、それは面白そうやって、でも頭おかしい人かもしれんよみたいなやり取りもしてたんですけど、お前ちょっと絡んでこいよって言ったら、じゃあ今度声かけてみるわってなって。あ、三木田発信やったね、それ声かけたのは。じゃあ、うん、まあでも木村はああいう変なちょっと変な人に絡む好きやから、あいつは頭おかしい人と喋るの好きやから、そういう時すごいあいつなんか勇気があるから、そうね、コーヒー買ったらいけるやろみたいな、うんうん、確かに。で行って帰ってきて、うん、なんか仲良くなったみたいな、思ったより普通の人やったって言われた、うん、その人ってその話が通じへん人やと思ってたらしいから、うん、あ、そうね、うん、ちゃんと喋る人でした、うん、だってあの時そのまま一緒にイベントも一緒に行って、結局最後終わりの時に飲みに行ったんちゃうかな、俺そのまま、うん、うん、
マブダチですやん。もうその時にはもうあのすでにすでにもう仲良くなってた。富山さんって路上で路上の友達ばっかり。路上の友達しかいないから。まあそうですね。自分はもう路上の友達ですからね。大体路上の友達しかいないからね、うん、まあそうまあそれぐらいか。じゃあ君はもうそんなもうそれが限界限界値。女子関係もないのか。女子関係もな、まあ、女オタオタ食いとしてはな。いやいやいや、そんなんでナンパ出てみたいに言うな。山のオタほんまや。あれだから全部とかテロップ入れるのやめろよ。やらしやんしやん、1個だけやんけ。1回だけやんか。成功したのな。成功したのは1個だけ。いやいや、他も行ってるみたいに言うなよ。全部挑戦してるやん。他行ってるやつらと言うな。あれほんま良くない、良くないよ君たち、そういうのは。あれもまあハロプロ関係ですからね。ハロプロ好きで良かったなとは思いましたけど。ハロプロで回ってるやん、三木田さんの生活って。まあね、25以降はほぼハロプロで回ってるから青やん。以前も回ってたんですけど、そっからより一層ハロプロばっかりになってしまって、こっち来ての仕事であったり家だったりも何一つ決まらんままこっちに来て、ほんまや。俺も川村愛乃ちゃんのように泣きながら来たわけですよ、うん、なお金持ちになりたい言うて来て。で全部もうね、全くなってないけど、なってないけど、まあ生活の基盤は全てハロプロ、ハロプロから始まってる。ハロータを頼って、うん、ちょっと小銭出せないかって言って金借りたりとかして。そうやな、ほんまやわ。ちょっと返してなんか、ほんまやわ、これで今度ライブ行こう行こうとかってごまかしてきたっていう意味ではやっぱり、まあ、ハロプロ様様なのかな。そうやな、だからすごい大きな意味でアップフロントの社員と言ってもいいよ。いや過言ではないよね。え、一時期だってハロプロである意味飯食ってたわけですから。そう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 、すごいよ、すごい。ハロタってだけで生きてんねんから。すごい。こんなことある。みんな勇気持って死のうと思ってる人たち。恥ずかしい。いやほんまにそう、でも死のうと思ってる人たち全然死ぬことないよって。そう、でも確かに変にそのまあね、あれやけど、新興宗教でお金取られるよりは金かからんかもしれんね、まあ、ハロプロの方が、まあ、学生時代からまあハロプロにハマって、うん、そのせいでニートになってしまったみたいなとこもあるので、ある意味ではトントンみたいな。ええ年こで実家住んで、ちょっと親の財布から金抜いたりとか、それで飯を食ってたところをハロプロで逆にマイナスマイナスかけたらよりプラスになるみたいな感じで、まあ、プラスにしてくれたのかなっていう感じはしますけど。二十歳超えて親の財布抜かない。いやだって三木田さんほんまに25でこっち来たやったっけ。そうですね、25やんな、うん、25になるまで部屋の借り方も知らんかったもん。どこ行ったら借りるかもしれない。やばい、ほんまクレジットカードも持ってなかったし、すごいすごかったよね、あの感じは。まあ、社会常識がゼロのまま来てしまった。すごかったから。大体ね、山田さんひどいよ。だって俺出版社に勤めた時になんか怪文書を送られてきて、はあ、手紙やはがきやったから。はがき、いや、メールやったかな、忘れたけど、岡本さん、あんた僕の紙芝居見に行こうな、嘘ですよって書いてあった。急に来たのよ、異様な自信。面識ないのよ、ないのよ、誰やねんこいつっていう。来て、僕は新宿で毎週紙芝居やってるからって。なるほど、書いてあって、うん、嘘なんじゃ、見に行かな、嘘なんやったら見に行こうかなって。嘘嫌やもんな、そりゃ。行ったんですよ、ほんまに。来たよう、そんなん送りつけましたね。なんでそれは。いやだからそれほら、僕ほらツイッターでさ、あのほら芸能人とかにさ、打点にあったら見に来てくれとかやってたやん。確かあれがまあなかった頃は手紙やったわけよ。だから鶴瓶とか全部あの送ってたの。そうなんじゃ。出版社のそういうとことかさ、見た本とかそういうのに全部送って書いて、ローラー爆撃みたいな。そう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 、展示やるから来てくれ言って。なるほど、そしたら一人人のいいアホが引っかかって、のこのこやってきたよ新宿に。それが今では一緒に YouTube 撮るとはもう何があるか分かりませんね。分からん、人生何があるか分からんね、本当に。ほんまに何があるか分からん。そんなこと言ったらわしだってな、そんな、うん、今の愛するゆかちことキャプテンはハロプロつながりやから、結婚がまずね。だって俺出会いの場にいたじゃん、いたいた、いなかったっけ俺ら。いた、
あ、そうです、いました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 、あの新宿の2階の、そうそうそう、あそこですね、うん、あそこで2人初めて会ってたやん、ガテンがあれですからね、そうそうそう、いや、あんたらね、あんたら今ようしゃべるわ思ってた、いや、あんたらあの、あれ帰った後、帰った後あんたらなんて言ったか、いや、そんな、わししっかり覚えてるけど、いや、何も言ってない、素敵な女性やなって言った覚えがある、いやいやいや、言ったのか、言ったのか、なんて言ったか、あ、そう、なあいつすぐやれせやなそんなん言ったかな、言った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 、よう覚えてる、山田さんもうなずいてない、うなずいてないのよ僕は、ええー、言うてマジで私が悪いみたいにやめてくださいお前見てたかも、あれはやれますよ何その小判さんみたいな、そうかな、なんか気立てもよくてビスビスさんで言うて言うて素敵やわって言った覚えがありますよ、言うてネズミのなんかなんかセーター、なんか汚いトレーナー、汚いトレーナーみたいな着てた、うん、こんな色のやつネズミかな思ったね最初言うてたね、いやそうですか、岡本ちゃん、せやな俺もいろいろ仕事でいろんな俺見とるけどあれは割とすぐできる、いやそうかな、言うてた、まあできたわけですからね、もうすぐできた、すぐできた、ね、すぐできた、怒られるのでもほんまやん、まあそうだ、ほんまそれで結婚してんねんか、そら英語って夜中にチンコ出して立ってたんやからどういう言い寄り方だろいや、そも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 チンコを、チンコが好きや言うから向こうが悲しの流れでねこれ放送していいの、これはちょっとよくわかんないこれの下りはもうカットかもしれないですけど、まあ一応聞きましょうよで、あ、そうなんや言うから、そう、それ話してる時ね、いろんな国のチンコ見てきた、見るのが好きや言うてた、はあ、そう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 、これが世界中の、これが白人だ、これは黒人だみたいな、そう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 、ね、それ言ってたから、あのその話聞きながらね、あ、ここでひょっとして話聞きながら僕がこっそりダーマでやで、チンコ出してたらおもろいかな思って、あ、そうなんや言いながらこっそりこうベルトをこう上げてやってやな、でだっておー言うて、なるほどって聞いた、なんかだって普通向こう話むちょなっとるから、なるほど、向こうむちょなっとるからやな、こっちもおーおーおー言うて、ま、ちょっと何してるんですかまあそりゃそうなるよまあ受けた受けたっつって、そう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 、そうしたらあれよあれよという間に、あれよあれよという間にそこはだいぶ飛んでる気もするけどどういうことなの、そうやね、でもまさかハロオタっていうだけで結婚できるとはね、いや本当に本当にそれはだからありますからね、やっぱりもう、なるほどな、まあネット上とか見ててもハロオタ同士で結婚するカップルとかいはるからね、まあ多いよね、やっぱ長いことやってる、そのハロプロ自体がこう長いからさ、やっぱそういう人もいっぱい出てくるんじゃない、うん、だからそうできずに結婚もできず、まあその要はハロプロ好きになった時にさ、童貞、うん、ね、童貞30歳の男やったやつが、例えばよ、勝手に決めろな、うん、30歳童貞がよ、うん、ハロプロ好きになってそっからずっと今もうだから二十何年経ってたとしたらもうさ55とかもう60手前になるわけやんか、そらそうや、でそいつがまだ結婚できてないとしたらね、うん、こんなにハロオタがおる中でそいつがしてなかったらもうこいつが悪いよ完全に、なるほどでしょ、もうそんだけ個人の問題、そう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 、そんだけずっとさハロプロこう追っかけてさ、なるほどね、いろんなこう女子がいるわけじゃないの、ハロオタ女子がどんどん増えてきてるし、うんうん、でこれなんか女オタやから、いやそんななんか女オタオタになんの嫌やからなとか言うとる場合ちゃうのよ、なるほど、そうや、その通りやね、同じ趣味を持ってるものが集まってるから、そう全然自然な形じゃない、うん、逆に、うん、いや本当にそう、でもやっぱみんなやっぱハロオタって基本モテないから、うん、やっぱモテない自分を直視したくないから、うん、最初から狙ってないでっていう顔をするっていうそれはもう悲しいサガーという過言ではない、山田さんの紙芝居の近くで背中を向けてた、あ、俺見えへんでっていう、いや大声出してるやつがおったら見るやんってことは意識してるやん、嘘やんっていう話ですから、好きやんみたいな、それと一緒なんですよね、やっぱり可愛い女の子が好きで見に行ってるのに、うん、そのファンの可愛い子おったら、いや好きになるやんそりゃ、なるなるなるよ、自然なことやと思うよ、うん、それむしろ、でも口説いてやっぱ断れるのが嫌やから、うん、いや最初から興味ないっていうそれの最たるものが俺楽曲派やと思う、ね、そうはね、うん、
あいつらはほんまにもう曲の良さを褒めとけば、うんうん、一目置かれるやろみたいなこすい考えやってる。それはあるかもね。曲がええから見てますね。いっぱいあるって。おっさんがやってるバンドとか見に行けよじゃあって。若い女が歌ってるから見て生きてるやつが何を曲がどうとか言っているのか。そやな。あもう嘘です。嘘やで。あ楽曲派はほんまそういうやからが多いよな。うん、なんかあと一番の嘘つきと言って過言ではない。女オタなんか別に関係ないよって、うん、僕は音楽が好きなんだから、まあ、君も音楽が好きなのみたいな感じなんやろな、そういうやつのな、うん、ほんまにもう。でもじゃあ楽曲派と考えてみなさいよ。ロックすごいロックが好きな人、うん、まあクラブとかが好きな人、うん、別にいっぱいいるじゃないか。ヒップホップ好きなやつとか、うん、音楽好きなやつ、音楽好きなやつ大体女好きやでって。お前らだけやで逆に。楽曲派とか音楽が好きですって言ってて女の子好きじゃない手を取ってるのはって僕は言ってやりたい。確かにそれはそうかもしれない。三木田さんみんな確かに双子と見ないクラブ行く人も、うん、いや音楽聴きに行ってるんでとか言うけど嘘つくなって。ナンパもしたい時あるやろと。あるなあ。まあセットみたいなところがあるよね、うん、やっぱそういうのって、うん、確かに僕らぐらいの世代だとやっぱり男で音楽やってるやつなんて、うん、ちょっとやっぱモテたいと思ってやってるやつがほとんどやったと思うから。音楽なんかだってはっきり言ってこの世の中に必要なんかないわけですから。じゃあなんでそれ始めようってなれば、うん、モテたいから決まっとる。まあそうね、みんなモテたくて楽器買っとる最初に。うん、そこを無視してやっぱ音楽が純粋好きだから嘘つくなって。うまいわ。音聞いて飯食えますかって話。うまいわ。それちょっと言いたいわほんまに。お前ら聞いてるか楽曲派楽曲派と名乗るやつらほんま。お前ら調子ばっかり乗りやがって、ね、あんま乗ってないと思うけどな楽曲派の皆さんも。しょうもない。あれはあれでちょっと生きづらそうだし。そやな。うん、なんかもう大体音楽を語るっていうのがちょっとどうかしてるよね。音楽って語るどういうの分かるこの感じ。いや分かりますよその感じ。どんどん作るんやったら分かるけどどんどん語るってよっしゃ俺もやってみよう。これは分かるんですけど、うん、よし次のアルバムでまたええこと言うたろ。よし次のアルバムでまたええこと言うたろその感覚はよく分からないからライナーノーツ書きたい人アルバムの感想書きました。コンサートの感想も書いてますそれってほんま？ほんまなんそれってライターやん、うん、なあ。いやハロプロちょっといい話じゃなかったほんまやほんまや。またもうハロから悪口悪口になってた。楽曲ハロ悪口になった。悪口になってた。いい話してない。お岡本じゃないんかいな。僕とっておきのねいい話あります。あるんですか。お疲れ様。今日も一日よく頑張ったね。僕ねもともと2000年の初め頃にね、はい、ミリオン出版ってところに入ったんですけど、ね、はい、ミリオン出版に入った入社の日に行ったら、うん、社内ガラガラやったんですよ、うん、なんやなんや思って誰も人おらんから今日と思ったらですね、うんうん、ちょうど矢口真理のアイコラ事件で、うん、社長が捕まったばっかりでしたよね禁錮3ヶ月先生しのあるな話だなこれ。社長が捕まったえらいもっちゃ警察行けみたいな、うん、でも社内が大騒ぎだったらしくて、うん、みんなが出た後に僕に新入社員としての出社してきたあれ僕の席はどこに座ればいいんですか状況やったんですよ。波乱の幕開けと。だから俺みたいなもんはほんま本当ハロプロ応援してはいけないというかね。なるほど。敵そういう事件が、まあ、事件というか、まあ、社会人の第一歩をまずハロプロによってつまずかされているわけだから。そうそうそう。しかもそういう会社におったわけだから、まあ、あんまり応援するね資格ないっちゅうか、なるほど、そういう自覚はあるんですけど、うん、そういう話を一回ちょっと飲み会でポロッと話したことがあって、うん、ハロータ飲み会で、うん、そしたらその横たまたま横に座ってたのがパイパイデカミちゃんで、あらあら、その時今ときめく、うん、僕のライバルライバルやった。向こうは思ってないライバル。いやライバルよライバル。はい、デカミちゃんが座っててね、デカミちゃんが俺に言うたんですよ、その間髪入れずに、うん、いや先輩の
そういう不祥事の責任は後輩のせいではないですよって、後輩が被ることないですよそんなんって、立派なハローだじゃないですかって言ってくれたんです、なるほど。その恩があるから僕はこの動画内で一切デカミちゃんの悪口をも言わない。確かに山田さんしか言ってない、山田さんしか言ってない確かにな何なのこの話一緒にやってるから俺らも思ってるから、ね、それは、ね、思ってるかもしれんけど、不本意不本意、山田さんだけやから、山田さんはそれはやっぱりライバル視してるからそうそうそう、ライバルやから、ライバルライバルやから、なるほど。そう別にライバル、そう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 、敵視してるわけじゃない、敵視はしてない、ライバルとして切磋琢磨してるんで、そう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 、まあ向こうはねちょっと多少このちょっと上には行きはったけど、いやだいぶなんかオタク代表としてなんかこれでもテレビ出てましたよライバルってブロックされるテレアやからじゃないかやっぱそこはそこはやっぱりあかん人の発想だこりゃそうだから僕はね、だからデカミちゃんは好きなんですなるほど、なるほどね、ほんまに大丈夫なの、ほんまに好きとか言っていいの、そんなすぐやれるとか思ってるだけじゃない全然思ってない全然思ってない本当に、うん、まあいいけどさ、なんか一向にいい話出ますね、ないね、いい話したい、今でしたさっきの今のいい話なの、そうかなまあハロープロ返してやっぱ人の輪がつながるっていうのはやっぱよくある話、ね、そうね、まあだからほら僕らの中で一番良かったのはあれじゃない、やっぱあのほらはじめちゃんというまあチケットくれる人、お大臣が、うん、お大臣を手に入れたことじゃないあの人別にハロータじゃなかったですか、ね、なかったの、そう僕らがハロータにして、あまたまあの変な、あまたま変な人が好きやから、うん、絡みに来たら、うん、ずっとこっちがもう向こうをほっといてハロプロの話ばっかりしてるから、うん、多分寂しなって、そうあ向こうが勉強真面目やからと勉強しやったんだよ。あげくにはねチケットくれるっていうね、うん、やっぱいいとこまで上り詰めたよね。ツアーも10個ぐらい申し込んでるらしいですから、すごい。なんとか余ったらまたちょっと。うん、戻ろうとは思ってるんですけど、はじめちゃんは育ったね、いや育った、うん、本当に、まあ、我々が育てたというのは、これはいい話ではない、ああいい話、頼むよ頼むよ、もう今度のツアーもアルビンジュルムの、またお願いしますよ、ま、た待ってますよ、小銭行為は働いとる宛先はこちらまあ確かにね、ハロプロやってるとみんな結構物くれますよ、ね、何でもくれるから、物くれるからやっぱり、素晴らしいわ、ああもうね、またそういう人もどんどんね、おはじめちゃんだけじゃなくて物あげたいって人も来てほしいよねそんなんしてるからもうお前らオタクやめろって言われるね